quiero aquí go日本と同じ日本私日本で食べたことないです。びっくりします。到着。今回は朝食で。はい。ああまずい。うんあうまいうまいうまい。でかあいやですね。はい皆さんこんにちは。こんにちは皆さん。はい。はい今日は今日どこ行きますか。どこ。ロシアの若者の好きなところは。シャウルマーという。シャウルマーは、ケバブです。そうですね。若者用のファストフードですね。そうですね。200ルーブルでいっぱい食べている。じゃあ、ちょっと行ってみますか。行ってみましょう。作ってるとこ見えますよね、多分。はいはいはい。作って、まあ、食べてみましょうか。はい。日本と同じ。日本では、ケバブもあります。どんどん人気になります。うんうん、はい。私は札幌に行った時に、私も、ケバブ食べました。私日本で食べたことないです。食べたことないですか？ない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 。日本のケバブは面白いことは、キャベツしかないです。ロシアのケバブちょっと違うです。肉いっぱい。肉いっぱいです。とチーズとジャガイモと野菜と一番必要、ソースです。今日チェックしましょう。ロシアのシャウルマチェックします。ブラジオストクの有名な橋を入ります。渡ります。橋を渡ります。見てください。綺麗なところじゃないですか。みんな、ウラジオストクに初めて来て、この道を行って、めっちゃびっくりします。サンフランシスコみたいです。これです。おお。あ、空いている。綺麗なところですね。名前はナラバシェ。そうですか。ナラバシェの意味はパンの上。パンの上。はい。立てますか。はい。到着。どうぞ。これはシャウルマーケバブです。はい。買いましょうか。はい。行きましょう。はいはいどうぞ、はい、とってもいいですまあちょっと決めましょう何か食べたいよ匂いしてないですかいつも明太子のお店に入るときにめちゃすごい匂いです今全然なりません綺麗なところですはいじゃあ頼みましょうかあでどんなメニューありますなあメニュー写真ないですね上を見てください、はい、写真はありませんこれですここから始まりますあミニあるじゃんミニ、 ミニあるじゃんじゃあ私はクラシックのミニでいきましょうかどこですか一番左クラシック好きああそうですこれはミニですかはいでも 320g じゃないですかいやいや小さいミニで 170g でいきますあそうです、ね、あんま好きじゃないので、はい、分かりましたでウラジミールはなんかすごいの頼んだら一番すごいやつ一番すごいやつは、はい、一番すごいの値段ははいまあまあ同じぐらいですかね安いですよね私のミニが180ルーブルだから300円ぐらいですね多分安いです例えば札幌のケバブは600円ぐらいでしたいつも、はいはい、一番小さいやつ、はい、2倍安いですね、はい、じゃあ私はチーズ食べます。オッケー。じゃあ注文しましょうか。注文します。はい、注文して取ってみる。私もミニシャウルマ食べますか。いやでかくていいよ。でかいのにしましょう。でかい食べれない。私のお腹は。いやサイズ見るだけで一応。はい。じゃあ何個食べますか。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 あじゃあそれ飲みましょうか。はい、一番面白い味はこれです。アプリピッハ。アプリピッハ、それします。自家製ジュースいきましょうか。はい、あインビルネ、インビルネうまそうだね。飲みたくない？じゃインビルネも、はい。じゃあすみません、お金かかる。大丈夫。お、日本の飲み物もあります。日本の飲み物はいらないです。メロンソーダ。はい。はい690ルーブル。カルトで。今日は690ルーブル。これで払って。はい。今晩は朝食パンで。
作ってるところを見たいですね。あ、見えない、見える見える、近く立ってくる。これ作ってるとこ見えます、はい、何がありますか。キュウリとか、はい、こんな肉がありますね。はい、見えません、残念。あ、見える、見える、これ大丈夫です、はい、はい、ウラジミールのですか、これ。私の、まだプラスチックシャルマみたい。うわ、肉めっちゃ入ってんじゃん。さあ、肉がいっぱいです。ソース入ります。あ、ちょっとマスタードみたい、マスタード、はい、まあ、ケチャップみたいなのも入れてます。トマトソースちょっとだけいっぱい。あ、もう終わり。はい、これは 100% キロさんの超でかいよ、だって。これでミニ？ミニじゃないです。いや、超でかいですけど。私今焼き色つけてます。つけましたか。あ、なんかハンバーガーもありますね。ハンバーガーとか。はい。じゃあ今一番人気の料理は聞いてみましょうか。はい。すみません。どの？じゃあ、можно спросить。Какое у вас самое популярное блюдо из того, что вы продаете？По-техасски с шашлыком, по-техасски с курицей, шаурма, классика. Это все шаурма. Это все шаурма, да? Шаурма и обеды. А, 何が入ってんの？Нака. А по-техасски это что-то, да? Что-то. Нет, это картошка фри с курицей либо с шашлыком. В американском стиле, да? О, сегодня здесь, не? Ичиба нинки ва ранчи дес. Техас, Тексас но ранчи, видите, куда сай. Джагаймо, то нику и пай. То иройро на сосу, то сарадо. То карай шаурма мо. Э, それは何？それは何？ラワシでなんか、はい、くるんでないの？いや、例えばランチならくるんでないの、はい、これは普通のケバブを見たことない、違うです。これは、それいいの？ランチボックスみたい、いろいろなショウルマに入ってる料理はものがちょっとボックスの中にあります。ちょっと一つずつ全部ゆっくり食べてます。じゃあ今度はそれ食べましょう。そうですね、はい、座りましょうか。はい、でここで番号出来上がった人は順番待ち結構あるな。あ、まあ、じゃあこんな席に座りました。便利ですか。はい、便利ですか。うん、まあ便利、まあまあカウンター。じゃあベリージュースを飲んでみましょうか。アプリピーカーは何ですか。日本語で、日本語で分かんない。うん、調べましょうか。はい、美味しくない、甘い。あ、まずい、まずいの。じゃちょっといい。はい、どうぞ。違う、見てください。まあ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 、私はあげて1週間前ぐらい同じジュースを買いました。違うところでめっちゃ美味しかった。それから今決めました。おお、もう一回買いましょう。違うです。私が作った方が美味しい。作ったことありますよ。ありますか。あります、あります。この味はヒッポフェノミのジュースです。何それ、知らない。誰も知らないです。はい、じゃあ私次行きます。はい、じゃあ私は、あ、日本語忘れちゃった。生姜ジュース、生姜レモネード、いってみます。多分これは美味しいです。あ、匂いはいい。うん、あ、うまい、うまい、うまい。薄いけどうまいよこれ。うん、これいい。あげない、あげないですか。わかりました、すぐ。うまい、うまい。これよかった、ゆっくり飲んでください。はい、ヒッポフェはまずかった。残念ながらいつもそうです。はい、なんで？私はラッキーじゃないです。今日は、パチンコへ行かない。パチンコなんかやったことあるの？やったことがあります。あるんだ。全部、ま、負けました。負けましたじゃない。負けました、そうです。どこで食べますか。外ですか。いや、ここで食べましょうか。あ、2人で食べてるとこ見えた方がいいか。あ、海近いんで海で食べましょうか。そうですね、そうしましょう、海で食べましょう。はい、そうですね、はい、そんな日大好きです。皆さん、私たちの電話私たちの番号150来ました。はい、150。はい、スパシバ、ありがとうございます。はい、やりましょう。はい、みんなめっちゃ私たちを見てる。はい、これは私たちの注文です。ミニですか。鈴木さんのミニ、私の
ショルマと同じぐらいです。あ、ミニ超いいじゃん。いいサイズ、いいわいいわいいわ。はいはい、そうですね、すごいすごい。これはミニショルマと大きなチーズケバブです。はい、これでかでかいです。ブラジミルの 顔に近づけて。でかはい、大丈夫、はい、全部食べれる。はいはい、後でこれを見てください。これはい、お、センチュリーじゃないですか。そうですね、センチュリー運転してる人もシャオルマ、シャオルマ大好き。あ、はい、じゃあ行きます。はい、着きました。はい、海でーす。お腹めっちゃ空いたからショウルマ食べましょうか。はい、食べます。はい、見てください。これはブラジオスクの有名なナラバシェというシャウルマ、何が690ルーブルでもらいました。全部で690。ワイプを2つあります。ちょっと使いましょうか。使いましょう。ティッシュ、ティッシュですか、これ。ナプキンです。はい、以上です。ショウルマ、無臭でいいですね、これ無臭、うんうん、匂いないからいいです。匂いあるやつ使いたくないです。うんうん、はい、あ、いいね、いいね、すごいすごい。あ、私のラバーシュ、私のパンは違う色あります。チーズの色、うん、OK。 はい、じゃあサイズ比べましょう。はい、じゃん。ちょっとだけ待ってください。ま、真似してんの私の。はい、すごい。マイクが全然やばい。オッケー。はい、じゃん。じゃん。言いたかったでしょ、じゃんって。だ。そう。ちょっと出してみます。はい。こんなんです。どうぞ。どうぞ。シャオルマですね。はい、あ、匂いはしないでしょ。あ、匂いしないじゃん、まだ。マジで。ちょっと開けてみましょうか。ダメか。いや、開けれない。マジで。そうですね。はい、じゃあまた食べてみます。いただきます。はい、始まります。ありがとう。はいはい。うん。キャシュリークのやつ。豚肉です。うん。うん。これ最初がなんか、こんな感じ。ちょっと待って。肉はちょっとしょっぱい。見せて、なんか。これはチーズショルマーですけど、チーズまだ見えない。やばい。おお。すごい。まあ、ミニいいね、これ。みんなこれ食べたとこう汚れてるよね。大丈夫。朝からこんな食べて大丈夫？なんかレポートしてで、これなんか赤いキャベツと、はい、キュウリとクラシックだからトマトと肉ですね。以上です、私は。美味しいですか。まあまあ普通。そうですね。うん、私言いました、ショウルマの中一番必要はソースです。うん、ソースはいつも味します。うん、普通のソース何も味しないわ。普通のソース使うなら面白くないです。おお、ナプキン手伝わない。うん、つまみ、ウラジミルコ女の人チェック中。海にいる女の人チェック中。ウラジミルコ女の人大好き。
このチャンネル奥さん見てるでしょ、大丈夫。私何も言いませんでした。うん、美味しい美味しい。こんな感じですよ。暑い。これで180ルーブルだから、300円ぐらい。これは300ルーブルです。570円。札幌のバランケバブ、これを見てください。サイズを比べてください。あなたの600円のシャウルマ、キャベツしかないシャウルマはダメです。ちょっと見てください。なんかハラペーノとかあったんですけど、ハラペーノこう入れたらうまい。ありますか？あったらね。まだブラザカザイ、食べれません。 夜に食べます。以上ですか？はい、私もお腹いっぱいです。で、夜にしましょう。で、うわ、はい、100ルーブルで170円の、なんですか、また日本語忘れちゃって、もう生姜レモネード、レモナード、うん、うん、うまい、いっぱい、ありがとう。ということで、サップしてたり海水浴している人がいっぱいです。はい、ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。とても美味しかった。今お腹いっぱいですからちょっと眠い。ではチャンネル登録といいねもお願いします。チャンネル登録、はい、ではまた、バイバイ。ありがとう、また今度。チャンネル登録お願いします。